吹き当たらんには、ニウエの政治家。同国首相を2008年から2020年まで12年間、務めたほか、副首相、財務大臣、文部大臣などを歴任した。ニウエには、政党がないため無所属である。1951年1月9日生まれ、末世大学にて、農業科学の学士号を得ている。1991年より領事を務め、 1999年より国会議員。2005年の総選挙では、対立候補と得票数が同じになり、勝者を決めるくじ引きで当たりを引きなんとか議席を維持した。2008年の総選挙では難なく再選している。2008年6月19日、ニュー議会にて長きにわたり、首相を務めていたヤングビビアンを14票対5票、危険1票で破り、首相に選ばれた。 同年開催の太平洋諸島フォーラムの議長に選出され、2009年5月には、北海道で行われた第5回日本、太平洋諸島フォーラム首脳会議にて、内閣総理大臣である麻生太郎と共に共同司会者を務めた。タランギ政権下の2011年11月、ニ上は、ポリネシアリーダーズグループの設立メンバーになった。これは、文化、言語、教育、 気候変動への対応、貿易、投資などを含む様々な問題に対して協力することを意図して作られた地域連合である。2020年5月30日に執行された議会総選挙にて落選。6月10日にダルトン・タンゲラン議が公認に選出され、12年間務めた首相を退任した。晩年は闘病しながら首相職を務めていた。 首相退任からわずか1ヶ月後の7月第2週に、オークランド病院に搬送されたが、7月12日に、ニーエに帰国。家族に見守られる中、7月14日に死去した、69歳ボーニューエのラグビー協会の会長も務めた、ありがとうございます。